国鉄脇線形貨車は1949年から1956年にかけて製作された日本国有鉄道に車席を有した30トン席の貨車である。同時期に製作された有害関係者であるワムフ100型についても本項目で解説する。本形式は急行小口貨物列車で使用するため戦前製の脇1型を改良したボギー有害者である。 車体は脇1型に順次、停車中に短時間で2役できるように側扉は片側2箇所とし、荷扱い主が車内で仕分け作業を行うため、最高用の側窓や、電灯装置、貫通扉が設けられている。台車はコストダウンのため、板羽式、ベッテンドルフ台車の TR41 バイトを使用している。最高速度は当初、脇1型と、 同じく時速 85km で運用される予定となっていたが、走行試験の結果、最高速度は時速 75km に制限された。本系列は1950年から、脇1系、ワムフ1型とともに、急行小口小木列車で使用され、設定に際しては、オレンジ色の帯や、急行日に表記が追加された。しかし、 二眼リンク式走り装置を使用した二軸車が増加すると速度面でも遜色がなくなり、1965年9月にはオレンジ色の帯や急行便表記が廃止された。その後は単なる大型汎用有害車として使われ、1971年から廃車が始まり、脇線型は1984年に全廃され、ワムフ100型も1986年に全廃された。 ありがとうございます。